ジェームズ・ホルマン。王立協会の肖像画。関東で描かれたものをジェームズ・ホルマンは、盲目の冒険家として知られる、イギリスの探検家、作家、社会評論家。自ら旅した、大旅行に関する著作で有名。ホルマンは全盲であった上に、痛みによる衰弱や動作に関する障害を抱えながら、単独旅行を連続で行った。地理上の広大さに関しても、 旅行の手法に関しても、前例のない大旅行であった。1866年、ジャーナリストのウィリアム・ジェルダンは、マルコ・ポーロから、ムンゴ・パークに至るまでの最高の旅行家を3人、合計しても、旅行の広大さと訪れた国々のバラエティにおいて、我らが、盲目の同郷人にはかなわないだろうと書いている。ホルマンは、イングランドのエクセターにて、薬剤師の息子として生まれた。 その後1798年にイギリス海軍に一級志願兵として入り、1807年には大尉になった。1810年、アメリカ沖にてゲリエール号乗船中に病気にかかり、最初に関節、次に視覚を痛め、25歳の時に完全に失明した。ホルマンの病気が軍務に伴うものであったため、ホルマンは1812年、 ウィンザー海軍騎士の称号を受け、ウィンザー城での就寝保障を認められた。これは唯一の義務として、1日2回教会に出向くだけで寝食が与えられるという地位であったが、これはホルマンの活動的な性格と強い好奇心に合わなかったため、ホルマンは体調不良を理由に欠席届を何度も出した。 こうしてホルマンはエディンバラ大学で薬学と文学を学び、その後1819年から1821年のグランドツアーで海外へと渡り、フランス、イタリア、スイス、ドイツの一部、ベルギー、オランダなどを巡った。ホルマンは帰還して、ザナラティブ・オブ、エージャー・ニー・スルー・フランス、エト・セトラを発表した。ホルマンは1822年に世界一周横断旅行に出発した。これは、 目が見えてようとなかろうと、単独旅行としてはほとんど前代未聞のことであった。だが、ロシアを通って、シベリアのイルクーツクまで進んだ後に、ホルマンは、スパイの疑いをかけられた。これ以上東に進まれると、ロベイ会社の周辺活動を公表される恐れがあるとして、ホルマンは、強制的に、ポーランドへと連れ戻された。その後ホルマンは、オーストラリアザク選手。 フロイセン派のオファーを経由して帰還しトラベルズスルーロシア、シベリア、エトセトラを発表した。その後間もなく、ホルマンは、ロシア政府によって阻まれた、世界一周計画を何らかの別の方法で、達成しようと計画を練り、1827年から1832年に、かけて、回路による、世界一周を果たした。そして、 ホルマンの偉大な業績についての記述は Avoids around the world Including Travels in Africa アジアアウストロラージアアメリカエトセトラとして1834年から1835年にかけて4巻立てで出版された。ホルマンは王立協会及びロンドンリンネ協会の会員に選ばれた。チャールズ・ダーウィンはビーグル号公海記の中で インド洋の植物賞に関し、資料として、ホルマンの著書を引用している。ビオコ島のホルマン川は、1820年代の、ホルマンによる、奴隷貿易反対運動への貢献を記念して、イギリス政府が名付けたものである。ホルマンは、最後の旅で、スペイン・ポルトガル・モルダビア・モンテ・ネグロ・シリア・トルコを、巡った。自助伝、ホルマン。 S. ナラティブス・オブ・ヒズ・トラベルズを書き終えた1週間後の1857年7月29日にロンドンで亡くなった。この最後の作品は出版されておらず、またおそらく現存していない。ありがとうございます。